皆さんこんばんは。今日はですね、私の YouTube に、まあ、ちょっとカンフー映画っぽいあのラジオ番組の予告編っていうのを流したんですけども、実はまだ全然ラジオ番組の内容ができてなくて、これからですね、シャオクーさんとアワッコさんと私の3人でこのラジオ番組の企画会議をしたいと思います。それでは今日はシャオクーさん、アワッコさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。アワッコさんに作ってもいただいたあのカンフー映画っぽいオープニングなんですけど、すごい皆さんに期待されてるんですけど、どうしようかな。そうなんですよ、なんか自分思いつきで作ったものなんですけど、はい、なんかあのそのラジオの内容とか全く決まってなくて、はい、なんか期待してますみたいなコメントちらほらあったんで、まあ、嬉しいんですけど、はい、ハードル高くなってきたなって思ってて、はい、で、まあ、この対談の中で、はい、こう俺がこう企画を揉んでるとことかもありのままこう、はい、配信というか、そうですね、聞いてもらって、うん、もうアイデアを もらうという形でフランクにやっていきたいなと思ってるんですよ、はい、なかなか、うん、あの予告編素晴らしかったですね。ありがとうございます。なんか分かる人は分かってくるけどね、うん、あの昭和のね、昭和を感じさせるで香港っぽい感じ、はい、うん、うんうん、最高ですね。なんかブルースリーの初期の頃の、うん、あんな感じですか、うん、もう大体あの辺の映画は時代の映画は全部見てるもんね、うん、大体サンドマンとか、うん、うん、だからもうあの一番最後のその予告の一番最後のあの静止画像、あれね、黒人権、ジャッキーチェーンやったかな、はい、ジャッキーチェーンの黒人権のやつは本当にもうあれは衝撃的やったもんね、うん、もう見終わった後次学校行った時、黒人権黒人の真似してたもんね、こうやってガサ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 言ってね、うん、戦ってたもんね、こうやってね。あれでも、うん、我々からすると再放送ですよね、多分見てたのとかって。再放送だと思います、うんうん、もういや、うん、だからなんか中国のイメージっていうと昔のカンフー映画のイメージがあるんですよね。うん、そう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 。だから私も上海来てしばらくして初めて香港に旅行行った時に、香港行って初めて、あ、自分中国来たって感じたんですよね。上海に住んでたにもかかわらず、なんかそっちの方が中国のイメージがあったっていうか。あの動画、ユウさん上海住んでるのに明らかに香港風っていう、なんかこの中華の中なんですけど、あの香港見ると広東語やしね。そうそう、広東語やのに武道ファー通じへんし。そうそう、一応写真みたいなのは上海のその景色とか、はい、あったね、うん、はい、そういうのを使ってるんですけど、そうですよね、まあ雰囲気だけっす。いや、あれ見て皆さんすごい期待してそうで怖いなと思って。怖いですね。まあでもラジオやるっていう話になってきたら、やっぱりそのリスナーさん、うん、はい、まあユースのチャンネル結構まあ聞いていただいてる方とか結構いらっしゃると思うんで、はい、うん、まあそういう方も交えてというか、なんか参加できるような形のラジオ番組。そうですね。そうですね。うん。うん。まあ例えば、はい、あのよくあるというか定番的にあるのがお便り読むコーナー。はい、うん。そうですね。それできますよね。うん、YouTube のコメント欄に書いてもらって、うん、それを。まあコメント欄に書いてもらうとか、なんか Twitter の方に投げといてもらって、うん、それを読んでもらうとか。そうですね。コメント欄に書いてしまうとネタバレするんで。そのラジオも分からないっていう状態。あ、そうですね、私のツイッターとか、まあ、そう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 、でなんか中国にまつわるエピソードも、うん、お持ちの方とか、あ、そうですね、もしくはこれから中国に留学とか、はい、出張とか、はい、駐在とか、はい、まあ、中国に関わり始める人のなんかこの中国生活の不安に対して、はい、なんかその
アドバイスしていくというか、こんなことありましたみたいな、昔はこんなことありました、今はこんなないと思いますけど、まあ、こういうことやった方がいいですよみたいな。そうですね。っていうのも10分、1回3、3つぐらい、3つか4つぐらいのお便りを紹介する。まあ、来てくれるただの話ですよ。うん、まあ、あとはなんか失敗談募集とか、中国でも、うんうん。もう一つは、中国語、最新の中国語紹介コーナーみたいな。ユウさんは中国語学校行かれてるんで、そういう、今、なんていうの、ナウイ中国語みたいな、うん、そうね、紹介する。これは本当はこういう意味だけど、今実は本当はこういう意味です。はい。そうですね。うん、まあでも3人でこれ、まあラジオじゃないですけど、ちょっと今までやった企画でできるなと思ったのが、一つはまあ、あわっこさんのなんかレクチャーですよね。なんかのプレゼン。うんうん、で、うん、あれはまあ言うたあの YouTube 大学、あの中田敦彦さんみたいな、ああいう感じで、なんかを、うん、調べたいことを青子さんに調べてもらってプレゼン聞くっていう、うん、それが一つと、もう一個は、うん、あのシャオコさんのまあ写真シリーズですよね。まだまだ写真あると思うんで、それできますよね、うんうん、そうですね、うんうん、なんかシリーズ、まあ、レギュラーコーナーみたいなのも作りたいですね。ああ、そうですね。1回のラジオ50分ぐらいにしておいて、はい、うん、なんかこの古いですけど子供電話相談室みたいな感じで実際に子供じゃないですけど、なんかこう別のなんかアプリとかディスコードとかっていう、はい、チャットアプリがあるんで、はい、まあ、ゲスト全あのリスナーさん1人か2人呼んで入ってもらってなんかこうお悩み相談を聞くっていう。いやいや、でも俺アドバイスできますかねこっちが悩んでる。いや、まあ人数多くなったら誰かを話しますよ、なんか知らないなんか YouTube そういうのやってる人いましたけどね、全然知らないリスナーから電話受けてやるっていう、うん、なんかそれライブでやってた人いてすごい勇気あるなと思ったんですよね。どんな人連絡してくるかわかんないじゃないですか。うん、でも実際その今ユータン上海でね、はいはい、コロナ、まあ日本はやっぱ今、はい、そのコロナの中にどんどん増えてるから、やっぱりその時短でね、はい、お店ももうその9時ぐらいまで、9時前にはもう閉めなくちゃいけない状態でも、上海って全然ないでしょ、そういう規制が全くないですね、はい、でやっぱりそういう環境であれば、多分いくら日本人がいっぱいね、日本帰っちゃったって言っても、はい、やっぱり友達とご飯行ったりとか、そうですね、まだできる環境やもんね、上海って、はい、 そうですね、その点逆に日本は今本当に結構みんなやっぱり店行かなくなってるから、うん、そうか、孤独な人はいる、多いと思う。だから悩み相談とか、はい、うん、普通だったら飲みながら友達とね喋ったりできたと思うけど、はいはい、うん、今はこういうビデオコミュニケーションツールとか使いながら、うん、リモートでもなんか人とつながって、まあ、何でもいいけど話したいみたいなのはあるんじゃないですかね、うん、ねえ、うん、そんなみんなあれですか、なんかちょっと、いや、そういうの、家で行こうとか、そういうのないです、無理です、雰囲気的に。いや、もうそんな、店ももう、この、閉めてるしね、やっぱね。やっぱり、うん、店潰れてる店、もう、1月で終わる店とかも、僕行ってたバーは、もう1月末でクローズするって言って、すごい残念なんですけどね。どんどんそうなってる感じ。ほう、うん、まあそうですよね。でもなんか視聴者さんと喋ることってまずないんで、それいいですよね、うん、ね、うん、チャットではやり、コメント欄ではやりとりあるんですけど、うん、もう、うん、中国の人からもね、チャット来て、直接的な質問とかね、すごい、ダイレクトな。だけど、中国語で喋られて、中国人の彼女作ったらどうですかみたいな。そうですよね。ずっと一人ですからね。なかなか、そうですね。それでも、何のツールでやり取りしたらいいんですか、それって。
あ、まあそれはね、私と任せてもらったらいけるんで。できるんや。ディスコードですか、あれはね、持ってるんですよね。そうです、はい。あ、そうなんですね、うん、はい。あれは今他にもいくつかあるんですけど、まあディスコードの方がいいかなと思いますね、うん、音声品質も結構いいんで、うん、相手がでもそれ知らないとまたややこしいですよね。うん、まあできるだけ相手にアプリ入れてもらったりしない、うん、固定するやつがいけるんですよね、スタイルのやつ、うん、そう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 ですね、うんうん、まあ確かに YouTube いろいろコメントをいただいてる人でも固定ですごい何人かよくコメントいただいてるんですけど、うん、まあ、実際喋ったことないので、うん、文字とこっちは喋るんであれですけどね、うん、まあやってみても面白い。まあ、オールナイト日本的に最初の10分ぐらいを、はい、ユウさん一人が喋るっていう、その週の出来事とか、その週の株について最初の10分だけ喋って、我々のシャオクさんと私がその人のコーナーで出てくるっていう感じで。いやだけどそんな喋れないですよ。あと、まあ仮に喋れたとして、株の話10分したらもうみんな、いや株やってない人にとってはもういいわってなると思うんですよね。まあまあそれはそれじゃないですか。あの株の人は一番最初に自分の知りたい情報だけ知って、うん、あの別のチャンネルに行くとかいなくなるんですけど、うん、なんかこう散歩好きとか、うん、単純にユウさんのしゃべりが好きとかっていう人は残ってくれるじゃないですか。雑談でいいんじゃないですか、最初株じゃなくて。まあなんかそれか、あのヤフーニュース見ながら今週のニュースについて適当にコメントするみたいな。それは3人でやってもいいですけどね、なんかニュース見ながら喋るっていう、うん、うん、なんか俺、あのやっぱね、アリババのニュース昨日、はい、昨日かな、うん、やっぱりうわーとか思うね、あれね。うん、あれどう思います、本気でアリババダメにする気なんですかね、警告的なんですかね。なんかでも前からちょっとやっぱり言ってたよね、うん、なんか、はい、アリババでかくなりすぎてるからっていうのでね、はい、それ当然、うん、うん、そういう制裁をっていうのは、まあでもちょっとなんか最近まあバカってあるね、まあ、うん、お給吸えるぐらいの感じちゃいます、他の、うん、なんていうんですか、会社タイプ、うんうん、もそう思うんですよ、ね、パフォーマンスみたいな感じです、うんうん、中国住んでたら結局ようあるじゃないですか、 CI とか友達の工場とかでもなんか検査来て止められたとか、うん、そうそう、まあまあ、うん、あるから、まあアリババの前でかいからちょっと規模が違いますけど、うん、だからね、正直そういう独占禁止の調査入るっていうのはもう覚悟してたんで、あそれでそんな株価下がると思ってなかったんですよね、あそこまで、うん、ちょっとびっくりしました。えらい、あの損しましたよ正直。まあ、ね、でもまあ寝かせとくんでしょ、寝かせとくんでしょ、売らずに、ね、まあまあ寝かしとくっていうか利益が減ったって感じですけど、うん、損失はまあまあ若干あれですけどね、うん、でもやっぱアリババやからね、やっぱね、うんうん、大きいからね、そう、うん、実際に経済ね、はい、回してる一つの会社やし、やっぱり、うん、しかもでもアメリカから中国企業ね、きつく言われてるときにさらに内部から行くかっていう、まあ、うん、そうよね、うん、すごいよね、うん、ちょっとびっくりしましたね、うんうん、ダブルイレブン、まあ1ヶ月以上前ですけど、はい、お二人のマークはなんかこう中国の方で、はい、なんかこれ買ったみたいなのありました、なんかこう人気のでしょうね。私の知り合いは割となんか普通の日常商品買ってる人いましたね。特にあの時消耗品みたいな。消耗品、うん。うん。シャンプーとか、そんな感じですかね。うん、化粧品とか。女の人やと、うん。やっぱ買うんやね、みんな。買ってますね、うん、安いから。うん。うん、だって、うん、僕が行った4年半前も、うん、もう当然、ダブルイレブンってあったよね、4年半前って。ありましたね、たぶん。5、6年前ぐらいから始まったんちゃいますかね。そんなもんよね。うん、でも、まだあんまり
規模は小さかったと思うけど、今。マークしてなかったし、別にまあそんなネットで、中国のネットで買うっていう習慣は僕はあんまなかったからね。けどやっぱ、日本に帰ってきてから、やっぱ日本のニュースで、やっぱりすごい、もう毎年、こんだけ売れましたとか、やっぱやってるから、僕、中国にいた時よりも注目してるね、やっぱ最近、やっぱ、リュウヤオバーとダブルイレブンは、今ね、これちょっとデータ見た2009年から多分やってるんですよね。で、2009年が一番最初はそうか。5200万件。で、2010全部年、ね。2010年が9億3600万件。いきなりい10きなり伸びまし倍、たね。20倍ぐらい。16倍、16もっと倍。か、18倍。2011年が33億元。で、2012年が191億元。で、2019年が2884億元。ここでまた伸びたな。で、今年は2020年は、まあ、これは11月11日だけじゃなくて、11日間なんですけど、そうやね。4982億元と、とんでもなく大きくなってるんで。その辺からアリペイとか、が、そうやね。まあ、イチャットペイとかがあ、普及したから、ペイ余ね、計でしょ。な。余計そうですね。求めやすいというか、買いやすい感じになっていうか。まあ、だけど、幸いなことに、この動物占禁止の、なんか、こう、査察っていうんですか、まあ、入って、アリババは一応声明出して、業務は通常通りやってますみたいなこと書いてましたけど、なんか、一番怖いのが、11月1日とかにそういうことやられへんかってよかったなと思って、やだダブわ、ルそれ。1年で、初めに。ごめんね。さすがにそれはやれへんかったよなと思って。さすがにね。あれでも、シャオクーさんとかいた時って、もう G フーバーとかありましたっけ？スマホで払ってました、決済。G フーバーって結構昔からありますよね。あれパソコンでは昔からあるんですけど、でも店でスマホで払ってました。なんかね、多分そう、ギそリギリういうこと。始まったぐらいよ。4年半前に。やっ5て年まし前。たね。よく行ってた洋食屋で払ってましたもんね、スマホで。僕はもう結局ね、やらなかったのよ。まだなんかやってめんなどかっくさって。キャッた。シュで。僕は結局もうやらずじまいだった。もうめんどくさくて。今おったら絶対やってないと 逆やっに不てる。便ですそうよ。そう。そうよね。だから今ね、本当、不便というか、なんか嫌がれるでしょ、多現金で分。払うとね。嫌がられません。確かに。そうか、ちょうどだからやっそれぐらい。ぱ、そうそう。そうですよね。まあ、だから早いよね、その変化が本当にもそうっすう、すぐにね。そうなるから。この間、だから、どうぞどうぞ。それでほら、やっぱ、汚い、ね、汚れたお札を触らなくて良くなったわけでしょ、中国、みんそうっすな。ね。結局、ね。だから、昔本当にポケットに、そのまま札バーン入れて、もうめっちゃ汚い札でお金、お釣りとかもらってね、タクシーとか。もうこれええわ、みたいな。そういう時代やったもんね、昔なんて、本当。そうっすね。昔というか15、6年前ね。ひどかったら落書きしてましたよね、お札。いいやと思って、回転だもん、計算とかね。ほんでも、まあ、でも、まあ、ポケットに入れんのも、あれやしと思いながら、でも中国の人結構ポケットボーン入れたもんね。でもそれが今、ほら、ちょうどもう、お金札束使わなくなったから、病気の面でもほら、手汚れなくて済むしね。すすってると思う、やっぱり。まあ、非接触みたいなのは、だいぶ世界的にも、トレンドっそうていうか、ね。そういう流れになったでしょ。そうですね。
今外国人はできないですけど、あの G フーバーをアリペイは今顔で払えるやつあるんですよね。顔認証で登録してた、うんうん、すごいねニュースで見たけど、それ、うん、ほんまにそうなってんの？なってますね。レジのとこありますね。まあでも実際顔でやってる人あんまり見たことないですけどね、うん、で外国人僕らできないんで、それは仕方ないですよ、うん、そうか、うん、なるほど、うん、タクシー乗るときも当然もうあれでしょ、現金使わないでしょ？使わない、あの DD で読んで、うん、もう呼ぶから喋る必要ないですよね、うん、住所打ち込んだらほんまや、うん、もうあれワンヨグアやワンゾグアや言うて違う違う言うて言うてたもんねちょっと前までほんまにもうわざとやろうとか言って、ね、遠回りしてるとか遠回りされる危険性とか危険性とかあんまないっすもん、ね、今もうないっすよね。すごいね、完全にそれはすごいわ、完全にないっすよ、ね、ほんとちょっとこういやちょっと、ま、あの運転手が間違ってたけどいや遠回りしたかって怒る日本人もおったし、ね、それはね、それまあ手やろみたいな、手上げてあのそのタクシー止めてる時はあのほぼ同時に来たタクシー同士の運転手さんがいやうちわしの局やとかいうのたまにありましたよ、うん、でも今年は上海1回しか行けなかったけど1月に、うん、でもその一昨年とか出張行った時とか本当タクシー捕まなくてね、やっぱりうんでしょうね。 DD で待っててもタクシーがなかったよ、なんか、うん、そんなことあるのね。まあ時間帯によっては今白タク、うん、今空港とかにおいても白タクとかもあんまないんじゃないでしょ。あ、ないっすね。一応一応ですね、一応、うん、ないっすね。白タクも結局 DD で、うん、あの怖いちゃって呼ぶから、そうね、うん、そうそう、うん、うん、そうあれはないっすよね、うんうん、そう、この間EC で思い出したけど、アリババがあって、あの、ジンドンがあって、第3番目に、ピンドゥドゥってあるんですね。ピンって、ピンのピンに、多い多いって書くんですけど、ピンドゥドゥ。あれで、ちょっと時計を買って、はい、あ、ちょっと、ちょっと、あ、あの、動画にしたんですけど、あの時計も。うん。一元なんですよね、腕時計。すごい。一元？はい、送料込みで。ちょっとそれ見てないんで、あれですけど、一元？ちょっと待ってくださいね。その時計持ってきますよ。はい、うん。どういうことなんやろな。どういう狙いがあるんでしょうね。そのおしゃれなんかな、何なんがかな、その本当に時を調べる確認するための時計なんか、ね、1元だって15円ってことでしょ。15、6円。そんなありえるかなってね。うん、30年前の中国でもありえない価格じゃないですか。多分ね、そんな。うん。加工賃がどれぐらいなんやろうかと思う。うん。だってそんなありえないもん。おもちゃとか、なんかその一元っていうのはその実は時計が写ってある写真とかだったのかな、わかりますか、ね。おもちゃやねそれね。うん、そうそう。なんかそれありましたね。なんかパソコンのモニターをやと思って安く買ったら。うんうん、なんか鉄板みたいなやつにモニターの絵が描いてあるやつが送られてきたって、うん、ウィッシュとかっていうあれやったかな。一応この時計なんですよね。まず2人に見せますね、これ。はいはい、あ、ちゃんとしてるじゃないですか。ちゃんと動いてるんですよ。電池入ってで送料込みで1元ですよ、これ。だからさっきも話したけど15円16円ですよね。そうそうそう、この時計なんですよ。ちょっと皆さんに、どういう狙いなんですか。なんかのなんか、例えばなんか2000元以上買ってくれたら1元とかでいいんだったら、まあ、わかるかなって感じするんですけど。いやー、そうなんですか。ただちょっとベルトの部分ちょっと確かに安っぽいんですけど、でもいくら安っぽい。ベルト買えれば別に普通に、うん。あれじゃないですか。全然大丈夫やん。で、5、6種類あるんですよね、この時計が。まあ一応これにしたんですけど。うん、なんぼ安っ。でも送料込みで1元ってありえないですよ。送料だけで10元ぐらいしますから、こんな送ったら。どこから送られてきたん、どこのやつなんですか。どこのやつか知らない、見てないですけど。
なんかね、そのピンドゥドゥって全部10元以下ぐらいのものばっかり売ってるんですよね。そういうプラットフォームなんですよね、うん、安い。あれですよね、地方都市というかそういう、そう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 、あの大都市とか、い、あの2級都市の方じゃないですもんね、そうんピンドゥドゥって、その対象が。そうなんですね。本当すごいね。まあ変なもん送ってきたらいきなり、まあ、返品もあるし評価も下がるから、はい、あれですよね。この iPhone のこれ見えるかな、うん、iPhone の充電のやつ、充電のコンセントとか挿すやつとかも 2.62 元ですかね。どうなんそれ、爆発するんちゃう、大丈夫。あとスマートウォッチが19元とか。うわぁ、めっちゃ安いですね。あれじゃないですか、もう刑務所で作ってるんちゃいます。いや、いくら刑務所でも材料代。刑務所でも利益がね、うん、もう信じられへんぐらい安いです。違う、何やろうね。なんかでもそういう普通のもの以外もなんかちょっと変わったものとか売ってるんですか。これほんまになんか動くのかなとか、ね、ほんまにそんな気になる。ゴミ袋買って、ゴミ袋これ塊、ゴミ袋はゴミ袋です。丸まって送ってきたんですけど、あ、僕のね友達が、うん、あのに日本にいて、ほんであの、その同窓会をやったのね。あの、留学時代の友達のあの、同窓会を。で、まあ、まあ、学校の名前を入れて、で、あの、何周年、第何回届けって書いて、はい、で、まあ、第何回ってやつですね、うん。そうそうそう、第何回って書いて、ほんで、あの、北京の、まあ、あの大学の名前書いて、うん、で、うん、まあ、最後、鉄道って書いて、ホードンって書いて、そのまあ同窓会みたいなホードンって書いて、うん、それがね、その、あ、やっぱほら、垂れ幕って赤生地に、黄色の文字、はい、なんかもう、よく見かけるでしょ、結構、はい、結構でかいよ。壁にバーンってこう貼るからね、うんうんうん。それがほんま、30元ぐらいやったと思う。確か、中国元で。友達めっちゃ安いね、うん、言うて、うん、でそれ送ってきたやつすごいなって、うん、あんな日本でやってもやっぱまあやってくれるとこがあるのかもしらんけど、うん、でやんねすごいよねやっぱ、うん、あのやっぱその同窓会の時にそういう垂れ幕があると、うん、あの盛り上がるしやっぱり、うんしかも赤字に黄色い文字でしょ。そうそうそう、よくあるね。いかにもって感じですもんね。いかにもって感じの盛り上がったね。うんうん、で、ここ最近ね、あの、2年、3年連続でやってたんですよ、同窓会を。けど、今回コロナでちょっとやっぱもうできなかった。うん、で前去年は京都でやったんですけどね。うん、その前、神戸でやったのかな。うんうん、今年はちょっとやっぱ無理でね。うん。もう僕たち20年経ってるから、20何年経ってるから。うん。そうそう。楽しみにしてたんですけど、結局できなかったから、まあ、早くコロナや、ワクチン、ね、できて、なんとかしてほしいね、ほんとね。この前も聞いたかもしれませんけど、その、シャオクーさんがその20数年前留学されてた時は、その学生寮って同じその中の方と同じ留学生、いや留学生、学生と。やっぱね、留学生宿舎だったね。でも5人部屋とか ?2 人部屋。あ、2人部屋か、で。ちょっと高く払えば1人にしてくれるけど、まあ大体みんな2人部屋で。うん、で僕は行ってたとこは日本人少なかったから、あの、よかったけど、逆に日本人しかいなくてね。行った。半年に。行った最初の時、前期で行ったの。まあでもよかった。すごいな。だから仲良くなって。うん。もう人数すごい少ない。まあ、少人数やったけどね。うん。
みんな仲良しになって、うん、今現代の大学生とか、まあ、北京とか上海とか、まあ、広州とか留学したらどう同じように寮に住むんですか、ね、それでも借りるんですかね。借りるの相当高いでしょ。高いよね。うん、いや絶対高いよな。寮なんじゃない、やっぱり相変わらず学生は、うんうん、外に住んだら、ね、その家賃すごい高い、ね、うん、高いよね、うん、たまに住んでる友達いたけどね、外に、うん、当時でも、うん、まあそれでも何人かで住んでるって感じじゃないですか、うん、やっぱね、2、3人で暮らしてる感じで、ユウさんはコロナ、うん、中国、上海別にあれだけど、うん、あんまり外食は、うん、あ、まあ、一人でしてるか、動画とか、まあ、あんまり朝とか一人とか、時々友達と行くぐらいですかね、うん、うんうんうん、普通お店も普通人入ってます？いやもう普通にめっちゃ混んでますよ。うん、そう、はい。やっぱ違うね。はい、あ、まあ、マスクもしてないでしょうしね、ほとんどね。そうですね、うん。今日これ撮影してるのが12月の25日ですよね。昨日24日クリスマスだったんですけど、なんかラーメン屋があって、あれあれ、うん、チェンドゥベイルかな。四川、うん、チェンドゥ、そうですね、成都のベイルかな、チェンドゥベイルとかっていうところに、うん、日本料理屋かなんかラーメン屋みたいなのがあって、そこに日本のラーメン7、8種類を用意してて食べれるっていう、うん、なんかイベントというか短期間でそういうのをやってるのがあって、どうしてもあの京都 の天下一品のラーメンそこであってうん、知り合いが微信でそれあげてて、いや行きたいなと思って昨日ちょっと行ってきて、もう本当にどうでした？いやちゃんと天下一品の味でした、ね、こってりラーメン撮影したんです、撮影したで、それ撮影して今日動画にあげてるんであそうなんですか、アップしてた、そこ行ったらもう満席でしたね。松松州南路九路路、うん、その動画うん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 、なんか、ま、待ちましたもんしばらく席開くの。へえ、そうなんや、うん、すごいね。え、みんなじゃあ中国の方が並んでるんですよ、ほとんどは。やっぱりそうですね、半分ぐらい中国人で、まあ、日本人もまあまあいましたけどね、うん、うん、あやっぱいるんやね。でその通りはもう人いっぱいでしたね。うん、クリスマス楽しみに来てる人とか、なんか女の人クリスマスのなんかこういう頭になんかつけたりして、うん、若い女の子が楽しんでるって感じでしたよ。10年前ありえなかったっすよありえなかったってこともないんですけど、そんなに一般的な感じじゃなかったな。うん、新天地とか行ってもすごいんじゃないですか、クリスマスイベントとか、うんうんもう外のなんかイルミネーションがもう完全にクリスマス、年末、春節ってこれずっと続きますからね。うん。2月まで。でも、どうなの？その、ちょっと前、もう本当ちょっと前と思うけど、結構そのクリスマスのサンタさんの、はい、あの、なんか顔のやつを、うん、あの、透明のガラスの窓ウィンドウにパッて貼って、はい、お店とかね。はい、メリークリスマスって書いたやつをそのまま結構ずっと置きっぱなしにしてるお店とかあったけど、それは今もあんのかな。今もそんな感じですね。去年確かそうそう、春節までずっとクリスマスを置いてます。クリスマスをね、うん、でもあれ、なるほど、商売やってる人にはいいんじゃないですか、イベント期間がなくて。日本だともう例えば今日25時さん、もう明日にはもうないでしょ。もうない、うん、あ、そうですね、あとは中国は、うん、クリスマスでしょ、あとハロウィンも結構若い人らなんかパーティーみたいなやってますもんね。うん、そう、20代の人たちはもう中国人の20代の人はハロウィンパーティーとかやってますよ、うん、まあ、やっぱり海外とか行くから海外のイベントとかに慣れてるから、そういうのじゃないですか、まあ、輸入してきてるというか、そういうの、そうですね、文化を。でも日本でも最近ハロウィンって言ってるじゃないですか。うん、でも、小野さん、僕ら
20代の時ハロウィンなんてありました？ない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 ですよ、ない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 ですよね、うん、ないそんなん全然なかったね、まあ、あんなかなんていうんですか、あんな大々的にはやってなかったですか、うん、一応はなんか、うん、まあそのやっぱりちょっと日本人がああいうのハマるっていうかわーっと盛り上がった、やっぱコスプレまあそうでしょうかな、はいはい、いやね、うん、その俺たまにあの休みの日とかにあの山登り行くんだけども、うん、行った時にね、滋賀県のあの琵琶湖のもっと上の方に余呉湖っていうあのちっちゃな湖があって、はい、でそこの静ヶ岳っていう、うん、あの山があって、はい、秀吉え信長秀吉あの辺であのまだ信長が来てる時かな、あの辺で合戦があったところでね、でちょっとそこ登って、はい、で山下っていって、で駐車場のとこまで行った時にね、はい、まあ駐車場のとこにちょっとした建物があって、建物というかご飯食堂、昔ながらの食堂みたいなね、うん、でそこの2階からねコスプレの人が降りてきたのよダダダッと、うん、でどこ行くかって言ったら紅葉の時期やったから、はい、その綺麗な楓の紅葉の木の下で撮影するの、はい、でね、そのやっぱりコスプレする人が綺麗な景色で撮影するという、はい、で多分まああのその待合室みたいなのも作ってあげて、その上に、はい、で多分まあちょっと町おこしじゃないけど、まあそういうのやってんのね、田舎とか行ったら、うん、初めて見てるけど、うん、でもやっぱ本番もそのコスプレして本当ちゃんとカメラマン呼ん で、 でそれがなんか、まあ、ポーズを取るのね、ちゃんと、まあ、刀持って行ってるわけですけど、そのなんか、まあ、コスプレの人って変わってる人らかなとか、まあ、思ってたけど、結構なんか昔から日本人多分好きやんだよね、コスプレがね、多分ね、うんうん、だから結構全然恥ずかしくない感じでなんかやってて、で中国人も結構コスプレ好きでしょ、やってますね、うん、アニメ の、 そのほら、うん、あの展示会とか行ったら、はい、そうですね、うん、結構すごいでしょ、うん、そうですね、うんうん、でやっぱ15、6年前からやっぱ日本のアニメ見てる人結構いたもんね、やっぱりいましたね、まあ多分2000年代初頭とかからなんですね、うんうん、まあ多分文化的にはバーリン法、ジューリン法ぐらいから多分始まってると思いますけど、うん、それで日本語を覚えたんだね、そうそうそういますね、全然喋れへんけど、うん、日本語勉強しました、漫画でみたいな、うん、すごい距離詰めてくる日本語を覚えてますよね、なんか普通じゃない、そうそうそう、うん、だからそれでね、そのまあ日本帰ってきて、うん、であのマッチャンと言ってたら、うん、あの今ちょっと最近 見かけないけど、あの道路でカート、うん、マリオカートの格好をした、うん、あの人、普通のこう道路を4台ぐらいこう列つなれて、こう1列で走ってんのよ、うん、あれなんか外国人向けにやってましたね、今多分禁止されてるのか、なんか制限かかってない、最近見ないね、なんかあのマリオの格好して、で、あのまあやってるわけよ、行動走れますからね、あれそう、でもね、うん、結構あれ危ないと思った車から見えへんからね、低いからね、あでも結構スピード出るのよ、うちなんか走るのよ、すごいなと思ってね、それは何なんですか、外国人が日本にわざわざそれをやりに来るんですか、まあ、それをやりに来るという、まあ、そのなんかの一か所やからやろうな、でも日本人もやってると思う、あれさ、なんか聞いたことはあるけど実際見たことはないですけど、いやちょっとびっくりしたよ最初、うわ何やと思って普通に、うん、なんかあれもまあコスプレでしょう、うん、でなんかその京都だったらやっぱりその清水寺行くまでのところを、まあレンタル着物屋さん、今はもう全然あかんけど、はい、その観光客、中国人観光客、東南アジアの観光客来てる時はもうほんとみんな着物を着て、レンタルのもうバスで乗りつけて、もうそこで来て、で清水寺まで歩いていくのね、はい、まあまあコスプレですよ、はい、言ったら、けどね、で今もたまに見るのね、
中国人いない、日本人がやってる。でもまあやっぱ好きなんやね、なんかその着物を着てそういうところで写真撮ってっていうのがね、でもなんか上海とかでもあの変身写真とかありますよね、昔の中国の。それは昔からあったな、結婚、そうそう、すごい撮るもんね、そうそう、今でもその結婚する前の人がふあの夫婦で写真撮ってますよね、よく。それこそあの橋のところ、ワイタンの北の橋のところで、あ、そうやね、写真撮ってますね、サイレンになってますね。そう、ここなんかすごい外の音聞こえるんですよね。いや、なんか株の動画撮ってたらサイレン入ってて一生懸命喋ってる、まあまあ、じゃあ、まあ、ラジオの構成の話だったので、どうしようか、全然話がそうそう触れましたね。まあ、そうやね、まあ、テーマをこう、全然我々世代でもないし、あのもっと上の話なんですけど、太平洋戦争が終わって日本が、あの鉄の生産をすると、日本政府がね、軽車生産っていう形で鉄をどんどん作って輸出していきますっていう経済政策を取ったんですけど、その時に要するに炭鉱にみんな行ったんですよ、炭鉱って。でその炭鉱夫向けのラジオみたいなのが当時あったんですよ。変な内容なんですよ、そうそう、なんかもう普通に歌謡曲流したりとか、なんか朗読、詩の朗読とか、夕べのなんとかみたいなコーナーとかあったんですけど、そういうレトロなラジオのでもいいかなと思ったんですよね。誰が聞くのよ、誰が聞くの。詩の朗読はちょっとなかなかきついな、それ。きついですね。まあまあ、それは冗談ですけど、まあ、お便り紹介。もうまあ、お便り紹介で お便りコーナーと、やっぱりでもユウさん独断5分10分ぐらいでも独断コーナー、10分一人で喋れないですよ。あれ街歩いてるから喋れるんですけど、いや本当街歩きながら喋るのもユウさんすごいなと思うもん。あれ歩いてたらでもなんか見えるからこう情報入ってくるからあれなんですよね。なんもないと喋るのもなかなか辛いですよ。あの僕リクエストがあるのは、最近仕事で、まあ、プレゼンとかね、することがまああるんですけど、その。やっぱ僕はちょっとそのまあ中国ビジネスに関係した内容とかをまあ話する機会が多くて、最近ちょっとやっぱりもうちょっと勉強しときゃよかったかなと思うのがね、あの四字熟語というか、まあ正語と四字正語というか、その昔だから曹操が、あのその兵隊、疲れ切った兵隊の士気を上げるために、その喉が渇いたと、喉が渇いても喉がカラカラでも歩けないって言った時にね、曹操がそのもうちょっと行ったところに、梅林があるから、そこに着いたら、その梅の実をね食べればいいんだったから、そこまで頑張れって言ったんだって。で、メイリン時空かな、なんかその梅林の止める渇きって書いて、メイリンジークっていうかな。で、それはまあ結局曹操はそのまあ実際梅林なんかないんだけども、その梅干し、まあ梅の実が食べれるって思ったら、その兵隊の喉、あのだから唾がいっぱい出ると、唾液が、それで、その兵隊たちのそのまあなんていうのかな、渇きをまあ抑えること、まあ嘘も方便みたいな感じらしい、日本のあれではね、でもなんかそういうのとか、俺中国行った時にもっとなんか
中国語でパッて言えるやつ、はい、なんか勉強しとけばよかったら全然勉強してなかった、やっぱり。それがね、はい、まあでも今からでも遅くないと思うから、はい、ちょっとこの前本屋行ったらなかったから、はい、まあやっぱ本当は中国にいた方が中国人から聞いたりしたらすごいね、すぐ身につくと思うし、はい、で僕は逆に今日本に帰ってきて勉強しようと思って、だからそういうネタとかなんか情報がなんか知ってる人がいたら、こういう中国人の人がね聞いてくれてたりするかもしれないし、はい、逆に日本人よりは知ってるでしょ、うん、逆にシャオクーさんがそう学んだことをそのラジオコーナーで紹介するみたいな、今週の四字熟語みたいな、そう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 、古事成語のストーリーはこうですみたいなこと、今言ったような話を、うん、なんかね、そのね、メリンジックもなんかその、あ、それは中国語であったな、うん、うん、でもそのあのまあよくプレゼンでまあいやこれ言うの簡単ですけどもって、実際やるのは難しいですけどっていう言葉が僕よく出るんですけどね、まあ実際目標を掲げて話す、うん、でも言うのは簡単だけども、うん、実行は難しいですよっていうのがその4文字熟語で、まあ、あるでしょ、何やったかな、うん、ちょっと今思い出せんけど、でそれはね中国語で出てこなかった、なんか、うん、日本の四字熟語みたいになって、だから、うん、僕はリアルなその曹操がとか紀元前、うん、2,300年前に言った話とかいう方が、うん、あの、うん、僕は身に心に入るんですよ、すごい、うんうん、なんかそういうのが欲しいのね、なんか、なんかまあ、リアクとか、やっぱりそういうのをちょっともうちょっとやっときゃよかったなーって、まあ、それは四字熟語じゃないかもしれないけど、まあ、なんかそういうのね。うん。やっぱ中国語で言えたらかっこいいと思うし、うん。そうそう。そういうの最近すごい思ってます。だから来年は、僕、そういう本買って、一週間に一個必ず覚えてって、で、中国出張行った時に、商談の時に使う。すごいですね。まあ、そこで距離縮まりますよね。おなんか中国を勉強してるなと思って。それか若い子ちゃんが商談相手やったら、何この人と思うやろ。親父臭い。外国人ってすごいなんか、うん。そうそうそう。うん。そうそう、まあなんかちょっとやっぱこうせっかく中国語を覚えてたから、やっぱりこう引き続き勉強。しないとやっぱ脳震えてる感じがするから、だってやっぱ僕もこっち帰ってきて4年半でしょ、はい、まあ、まだ仕事で中国語使ってるからまだいいけど、やっぱりちょっとリスニングが落ちた気がしてね、すごい、うん、それをちょっとやっぱ鍛えなあかんなと思って、だからユウさんがその学校行くのすごいいいと思う、うん、明日学校なんですけどね、ちょっと全然準備できてないから日曜日に変更してもらって、ちなみになんか宿題は？いや、それがですね、なんか1回目は中国語を日本語に翻訳して、うん、しかも読む、うん、ほんで先生が、はいはい、あ、そう、先生のこの録音してくれたんですよね、うんうんうん、わざわざ朗読して、うん、ちょっとこれあるんですけど、うん、もうそれ準備してくれたから、ただあんまり聞いてないんで、もっと聞かなあかんなと思って申し訳ないじゃないですか、先生。それは、それ何分ぐらいの録音の？ね、6分46秒。まあまあ長い。これちょっと今かけますね。あんまり聞こえないですよ。すごいの飛んでる。うん。なんかちょっと悪くない？うん。結構でももう眠くなるね。うん、これ確かにね、さっきのピンドゥドゥがこのアリペイみたいなサービス始めるっていう、まあインターネットの記事ですよね。ああ。うん。そうなの、うん。自分が興味あるから、そう株のこと調べようと思って。あ、なるほど。うんうん。それいいね。で、1回目は中国語から日本語やったんやけど、今週は日本の記事を中国語に翻訳して持ってきてくれと、うん、でそれを先生が僕の書いた翻訳を修正入れて勉強しようって言われたけど、全くやってなくて、日本語から中国語への翻訳ってちょっと僕まだ無理ですよ、それ。
日本語から中国語は難しいよ。そう、だから今週ももう一回中国語から日本語にしようかなと思ってて、ちょっと申し訳ないけど先生まだ無理ですっていうことで。で、まあ、今週はそのアリババのその独占禁止で調査入ったっていう記事を日本語に訳して、それをその内容にしようかなと思って、ちょっとまだハードル高いし、それ1週間でその翻訳すんのは無理っすよ。難しい難しい、うん、なかなか難しいと思う。でも先生すごいね、そうって呼んで。先生すごいやる気ある人で、だからもう先生いや勉強になるわ。なんかね、子供2人ともアメリカの大学に行かせて、先生自身も5年間アメリカ行って子供と一緒に英語勉強したっていうんですよね。うん、すごいね。日本語もめちゃくちゃ上手。日本語も話せる。そう、日本語も上手で、日本の総合商社の一社で働いてたことあるって言って。へえ。頭いいし、まあお金も余裕ある、多分あるし。もうまあそうやろうね。教育が趣味ですよ。はあ、なんか申し訳ないなと思って、ちゃんとやっていかんとめちゃくちゃプレッシャーあるんですよ。実は私 YouTube やってましてとかっていう話はまだしてないんですよ。それはやってないですね。そのなんか事業の内容 YouTube にやりたいんですけど、ちょっと今はまだ言える雰囲気じゃないですよね。なるほどな。でも最後の方になってきて、すごいなんかもう、普通のその記事とか読めるようになったら、なんか例えば、あのなんかの製造会社のセールスマンっていう体でライブコマースやってみましょうみたいな。で、一つの商品をリアルタイムに中国語で説明するしてみましょうみたいな、やったら結構すごい実践的ですよね。それできたらすごいけど、それは無理でしょう。いやもう日本人で中国語でライブコマースできたらめっちゃ強いと思うよ。まあそうだね、うん、そんな人いたら。でもまあ逆に我々がその消費者側っていうか、その視聴者側だとしても、例えば中国の方がまあ少し拙い日本語でも頑張って喋ってたら聞こうとするし、まあなんとなく意味が分かるじゃないですか、その我々は日本人だから、なんとなく言おうとしていることは拙い日本語の中で伝わってくるから、まあ、そういう感じでもいいかなと思ってるんですよ。そうね、そんな流暢にしゃべってる外国人いたら、まあすごいって思うけど、逆にこう拙い方が生々しいというか、なんか、そうね、そうね、そうそう。その学校は日曜日？一応土曜日にしてるけど、今週はまあ日曜日にちょっと変更してもらったっていう感じですね。これ間に合えへんわと思って、今週何もできてなくて。いや、そのやっぱ勉強、辞書引くんでしょ。そう、一応まあ辞書ってやっぱなかなか、まあ、スマホで今できるから、ああそっか。なかなかでもやっぱこのやっぱ年齢的にもね、まだ20歳の20代の頃とかやったらこう HSK 勉強するぞとかなるけど、でももう今なんかその四字熟語の四字正語でも僕やっぱりもうしんどいよね。もう、勉強っていうのはちょっと無理かな今なんか、仕事の合間にちょっとこれ使えるなっていうのはよくやってるけど、なんかでもね、今日探したサイトで中国語のあの文章をコピーしてパーンってそのサイトにペーストしたら、ピンインがブワーって出てくるやつがあって、それ楽やなと思って、分かれへんピンイン1個ずつ辞書調べるのすごいストレスたまるんで、まあでもせっかくやっぱ住んでたらね、そう絶対いいと思いますよ。頑張ってくださいよ。いや本当そうなんですね。なんか日本に帰ってしまった人からすると、やっとけよかったとかっていうのと、そうそう、やれる環境でおって羨ましいとかって言われたら、やってないのはちょっとやばいなと思って。そうですよ、やっぱりね、そうですよね、感じですよね。今でもだんだんその若い
まあそれこそ従林法、まあ倫理法っていうと、はい、まあ、学生ばっかりなんであれなんですけど、うん、一昔前で比べてやっぱり日本語を勉強しようと思う中国人学生とか社会人っていう減ってきてるんですかね、うん、どうなんですかね、どう、そう、経済格差というか日本と中国の経済、まあ、ほぼ 逆転してるから、だったらまあ英語は勉強するけど日本語そんなにっていう、思う人もいるでしょうね。まあアニメが好きとか、そういうなんか旅行で日本に行って日本が好きになったとかっていう人だったらまあいると思うんですけど、まあそうですね、今どうなの、そう、やっぱり英語の方がやっぱり稼げるんじゃないですか、英語できた方が、そりゃそうですよね、うん、日本語って言うとやっぱりどうしても日系企業とかになるから、日系企業ってなんかいろんな話聞いてると結局上司上の方は日本人が固めてるじゃないですか、そうそうそう、なかなか日本語できたからって言って、そうやね、うん、厳しそうですね、うん、キャリアが止まるっていう感じですかね、ある程度いった、僕あの思い出したけど、うん、チンタオ一番最初赴任したのがチンタオでね、はい、うん、あれが99年かな、うん、であのまあまあ取引先のそのお手伝いとしてに日本語教師をね、はい、週に1回か2回ボランティアでやってたんですよ、はい、で、あ、僕いいですよって言って、まあチンタを全然知らんし慣れてへんし、はい、でね、なんか古い校舎というか学校というか、まあまあまあ学校一応教団みたいなのがあって、はい、でマルクスとあのレーニンかなんかの肖像画と毛沢東がちゃんと黒板の上にあるような感じでね、はい、でそこでその僕はボランティアやから全然何ももらわないんですけど、一応まあ学生はすごい安いあの学費でなんか日本語を勉強できるみたいな、でもまあみんな社会人、うん、社会人でなんか、うん、その日本語うん、教科書だけど、でそこにねいたその、まあ、取りまとめの代表の先生がね、うん、あのもう結構あの時でさえもう80ぐらいやったんですけど、はい、日本語ペラペラなのね、うん、でそのおじいちゃんは満州民族で、うん、だからまあその満州にいたんだよね多分、ほんで日本人と多分いろいろ生活してたりとかしてたから、うん、まあ日本語ができるで、チンタオに来て、うん、でまあ、あの、今も多分その学校はあるんちゃうかな。うん、で結局もう僕もちょっと仕事、やっぱり忙しくなって、もうできなくなって、もうごめんなさいって言って、うん、それっきりで、うん、でもなんか、すごく、寒い、冬は寒いとこでね、汚いとこやったけど、けどなんか今、あんなもうないと思う。ああいう環境で勉強しないと思う、中国人の人が。寒くて。なんか、うん。寒くて、もうほんま、ジャンパー着たまま、みたいなね。で、ダウンジャケットも当時そんな、みんな着てるような感じじゃないもんね。うん。ほんと寒い中で。うん。でもやっぱ今はもう、レベルが上がってるから、綺麗な事務所とか、まあ汚いとこもあるとは思うけど、うん、でも、やっぱそういう環境はだいぶ変わってたよね。うん、うん、汚いどころか、なんかね、CI とかにもたまに会社とか見せてもらうんですけど、中国の会社とか一緒に行って、うん、おしゃれな事務所とかめっちゃありますもんね。うん、いや、まあそうよ。もう、うん、得意先もそう、うん。もう、逆に憧れるもんね。いいなって。うん、その東南アジア、阿波子さん、どうなんですか、あっちの方 の、 その、まあ、ローカルの企業っていうか。あ、でも、ちゃんとしてるっていうか、結構おしゃれですよ、やっぱりみんな。あ、まあ、特にあの IT 企業になってくると、やっぱりそういうところの、その従業員のそのモチベーションに関わるから、あ、まあ、そういうオフィスがおしゃれとか、へ、普通に、なんだろう、
お菓子食べ放題とか、そういうのもありますし、あと、まあ、あとはまあ、なんかその、日本の企業だったりとか、まあ、欧米系の企業だったら、1時間ぐらいその日本語の勉強ができるとか、英語の勉強ができるみたいな、そういう付加価値つけて、やっぱり人を求人してますよね。なるほどな、やっぱな。なんで IT 企業っておしゃれなんですか、みんな。まあ、そうしないと人来ないんじゃないですかね。働く環境が垢抜けたように、そうそう、過酷なんですかね。うん、まあ、そうそう、今週あのちょっとあの、まあ、知り合いからこういうその、まあ、企業があって、うん、あのちょっとあの QR コードスキャンしたけどその読み取れへんからって言って、うんうん、ちょっと教えてもらえますかって言ってきて、いいよって言って、で、まあ、やっぱり QR コードスキャンしても、あの出なかったから、うん、ただ名刺があって、電話番号があったから、うん、もう直接電話してると思って、電話したのね、うん。で、あの、まあ、当然、その中国の人やから、まあ、中国語で言われて、うん、で、なんか、やっぱ僕が日本人ってすぐ分かったみたいで、うん、で、日本語で喋ってもいいですよって、いや、中国語で言うわけ。日本語で喋ってもいいですよって、中国語で言うよね。うん、いや、でも、うん、え、本当日本語できるのってちょっと中国聞いたら、うん、あの、なら、あ、ちょっと待ってくださいみたいな言われて、で日本語ができる子が出た。はい、でね、うん、こね、うん、やっぱ、その会社、新しい会社で、うん、で、まあ、アパレル系なんですけど、うん、やっぱね、若い子で、あの、その、まあ、日本語できる、日本語もそんなうまくはなかったけど、うん、けど、なんかちょっと、そのまあ、アパレルのそういうちょっとファッション系のとこやからやっぱおしゃれな環境、うん、写真があったのね、こんな事務所ですみたいな、うん、でやっぱめちゃめちゃおしゃれ、うん、もう先行ってる、うんうん、だから働いてるコーラの給料は分からんけど、うん、まあもしかしたらそこそこもらってんちゃうかな多分。でそのコート WeChat 交換して、うん、で、写真、まあ、自撮りしてる写真とか見たけど、うん、それはもう、あの正直その、多分、ま、20いっても5ぐらい。うん、ほんで、もうお化粧もちゃんとしてて、うん、で、まあ、やっぱファッション関係のとこやから、めちゃめちゃおしゃれな格好の子。うん、で、うん、で、でも日本語もできる。だから、ちょっとやっぱ、もっとこの数年で、なんていうのかな、なんか、やっぱりみんなお化粧とか服装とか、はい、まあそのね、仕事柄そうかもしれないけど、でもユウさんの動画見ててもやっぱりちゃんとみんなお化粧してる、してない人もいると思うけど、でも、うん、やっぱ綺麗にしてる感じはするよね、以前より本当に、うん、そうですね、うん、なんか日本帰ってきてたまにあるんやけど、あれ中国人違うとか思って見てたら、うん、日本人やったみたいなあるもんね。で中国人とか逆におしゃれで、うん、だから着てる服がなんかあらみたいな、うん、まあ、だいぶね、そういうファッションの文化とか、うん、日本と中国で、まあ、なんか似通ってきたというか、まあ、若い人だと思うんですよね。いや、もう本当一緒っていうか本当、うんうん、やっぱそれは本当にやっぱ豊かになってるやなって思ったね、うん、本当、うん、でラジオなんですよ。ラジオなんですよ。黙ったらやばい。まとまらないですけど。じゃあこの辺で一曲リクエスト曲って入れてもらってもいいですか。あ、そうそう。でもフリーの音楽入れたい。そういうのできるといいですよね。うん、フリー素材の音楽、あれ、自分で演奏したらあれはフリーになるのかな。どうだよ、よくわからない。でもね、曲が作曲があれば無理ですよ。自分で演奏しても。ああ、やっぱそうか。だからよくあの、街歩き動画で誰かが外でアカペラとかギターで歌ってるじゃないですか。うん、流しとかで。それで、うん、ビートルズの曲とか誰が歌ってるやつ動画に入ったら著作権違反ですって、うん、Google からすぐ出てきますもん。うん。あれ、クラシックとかでしょ、多分ね。もう切れてるやつは。そうそう、クラシックは大丈夫ですけど。うん。すぐ来ますよ。そうだ。10秒ぐらい入っただけで来ますよ、それ。うん、すごいね、うん、
だから飲食店での撮影ってすごい難しいんですよね。友達と居酒屋での対談動画やりたいけど、居酒屋って大体音楽かかってるじゃないですか。もう無理なんですね。すごいね、さすがやね。じゃあこちらで1曲って言ってユウさんが歌い始めるってどうですか。いや僕が歌ったとしても多分下手くそやったら何の曲か分かれへんけど、上手やったら何かの曲って判定されて、言ってきますよ。それは AI でやってんの。もうそうでしょ。そう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 あの、うん、バンドのライブ映像とかそのまんま流してる YouTube あるじゃないですか、うん、あれの広告つけて流れてるんですよね。だって俺ギターの練習でさ、うん、あのギターの、普通にやってるよね、ギター教本の音楽、うんうん、あの有名な曲とか流れてるけど、うんうん、あれ大丈夫なのかな。 YouTube に上げてる、歌ってはないけど上げてる。で YouTube で、うん、練習するのね。何曲もそれであの練習したもんね。ああ、うん、そういうチャンネルがあるっていうことですね。個人があの、うん、ギター上手い人がアップして、であのモードとタブ譜も全部入れてくれて、あかんと思いますけど、うん、まああかんか、いけるけども、うん、広告つけても広告収入は全部著作権持ってる人に行きますみたいな出てきますね。うんまあ、それでもいいけどってことでしょうね、うん、もしくはなんか場合によってはその広告代を著作権の人と折半しますみたいなメッセージ出てきますね、うん、すごいね、うん、なんかだからあのそう有名な曲があかんったら、うん、民謡とかね民謡私の日本のあの民謡をここでお送りしますみたいな、うん、それは著作権大丈夫でしょ。民謡やったら古いから、うん、中国のなんかそういう曲でしょうね。中国の民謡族のなんかお見合いの時の歌です。まああとはあのまあシャオクーさんメインで話すんだったらこう、うん、中国にまつわる映画の話とかね、この映画は面白いとか、一、うん、本、一回につき一本紹介していく、うん、ストックなくなったら終わりですけど。でも映画ちょっと一回見とかんと内容を忘れてますよね。うん、そうね、うん。あれ、みんなラストエンペラーは見てる？ちゃんと。見た？今、あの、あ、背景ラストエンペラーですけど、そうラストエンペラー子供の頃でしたね。 2回くらい見たけど、これ1986年とか9年違いますね。89年事件の後か前かどっちか。うん、ユウさん見てる？いやーちゃんと見たことないですね。なんか断片的に見たことあるけど、うん、あれで実際には故宮には行ってんの？資金場には行ったね。北京行ったことないっすね。あ、うん、そっか。じゃあぜひね、あの、うん、やっぱせっかく中国に住んでたら、うん、やっぱ北京行って、うん、まあ故宮博物館は絶対行かなあかんとこないけど、うん、でもその前に僕は実は北京留学、あ、北京、あ、中国旅行行こうと思ったらラストエンペラー見て、うん、で、あのここの故宮行きたいと思ったんですよ。本当にまさにこの、うん、この感じ、はい、で鑑真号乗って、うん、上海着いて、で上海から列車で北京着いて、うん、で天津に行って、またそこから延津号で帰ったんですけど、すごそうだな、それ、うん、もうね、でもね、あの上海から北京 の、 あの夜行列車でね、はい、コロナじゃないけど、すっごい、あの、席ごほごほする人がいて、はい、あの、その、あれは、陰蔵とかじゃない、ちゃんとベッドになってたけど、三段ベッドのね、うん。俺、一番下のベッドでさ、その、隣が空いてたから、はい、もう、関係ないちゃんとか座りに来るわけよ。すっごい席されて、うん、たらもう、それで風邪ひいてしまって。うん、
北京は結局行ったのは、俺、故宮博物館しか行けなかった。旅行で。うん。その当時、列車だったら十何時間とかかかるんですか？もっとか。一晩やね。うん、一晩中、20時間弱やったと思うんやけどな。当時、中国語は、その時はできてたの？一応ね、第二言語でやってたけど、うん、全然俺勉強してなくて。うん、でも、やっぱ旅行行ってから、すっごい真剣にやって、モチベーション上がって。モチベーション上がって。うん、しかも、先生が満州の人だったのよ。で、うん、私のお父さんは、満州の高官でした、みたいな。役人でした、みたいな、うん。で、少数民族ですって言うけど、まあ、やっぱそういう話聞いたら、やっぱこう、ただその先生の授業はめちゃめちゃ成績良かった。うん、なんか満州民族の人、先生多かったな、なんかやっぱ日本語ペラペラでね、うん、やっぱり、うん。その先生も本当もすごい高齢だったから、バリバリ多分満州の関係してた人かもしれない。うん、で、やっぱ結構、やっぱそういう歴史が好きで、ラストエンペラーはぜひ、機会あったら見られた方がいいと思うな。上海もやっぱり、ラストエンペラーが、天津行ったり、上海行ったりしてて、うん、バイルーメンとか、あの辺、ジンアスのあの辺とか、パラマウントとか、やっぱり行ってたからね。うん。うん、だから、すごく関係あるとこやし。うん。見た方がいいよ。うん。坂本龍一やし。このナッセンベラって、ね、この映画作ったのは、アメリカの会社。イタリア。イタリアの会社。イタリアアメリカかな。日中合作なんじゃないですか、これ。違う、そうそうじゃなくて。俳優は、でも日本のあれは入ってない。イタリアと確かアメリカかなんかで、ベロナルド・ベルトリッチ監督ですよ、確か。で、坂本龍一がこれで、映画の音楽をやって、グラミーかなんか忘れたけど、アカデミーかなんか撮ったでしょ、確か。ちゃうことかな。うん、そこから始まったからね。あ、違う違う、間違った。戦場のメリークリスマスだ。その前だ。この大島渚監督だ。ラストエンペラーも坂本龍一でしょ、ね、そう。結構それから。ラストエンペラー自体は中国国内では普通に公開されたり見れたりできるのかな。あんま聞かないですね。うん。そうやね。逆に国内では公開できてなかったりする映画たまにあったりするから、どうなの？ちょっと聞いてみよう、今度は。うん、で僕、やっぱりこの人の我が半生か、上下さん。次ちゃんね。そう、溥儀のね、自伝の、本も読んだけど、まあやっぱりすごい人生やでしょこの人、うんうん、北京 の、 植物園かあの辺で最後は暮らしてたんだよね館長かなんかやって、うんうん、なんか、うん、普通の一般市民に戻るっていうんだからさすがすごいよねやっぱね、うん、そうそうこれ、ね、みたいな話をコーナー、シャオクーさんのコーナーとして。僕ちょっと映画をしたいんですよ。結構映画見てますから。それいいじゃないですか。それやりましょう。映画紹介コーナー。5分だけ。5分間。5分でね。うん、あと、また続きやけど、太陽の帝国っていうね。うん、マルコビッチ、ジョン・マルコビッチが出てるやつなんやけど、うん、スピリットの映画でね、それも、うん、すごいの。このラストエンペラーも北京で実際撮ってるけど、うん、太陽の帝国も上海で撮ってるのよ、うん。だからまだ80年代やから、はい、本当にフランス疎開のあの辺の別荘のとことかで撮ったんだって。うん、で、80年代のそのまだ人民服着てるぐらいの時代でしょ。あの時にアメリカのあえて映画監督が来て撮るっていうのは珍しかったみたいで、で、うん、あれも結構なんかあすごいなーって上海のだってそのまま街を撮影してるから、うん、すごいよねやっぱね、
太陽の帝国は見た方がいいと思う。すごく、それも日本軍が出てくる。やっぱり戦争のやつやからね。まあ、また機会があるよね。ユウさん、あれもね、なんか、あんまり歴史的な上海にいるけど、なんかあんまり、なんかこう、興味がないっていうのがある。それね、本当、あれなんですね、自分でも、それは本当あかんなと思って、あんまり歴史とか好きじゃないんですよね。もうなんか昔から歴史の授業自体が苦手で。ああ、そう。いや、俺もね、そんなに、あ、でもまあちょっと、あ、でも、海外の歴史はやっぱ好きやったけど、日本、僕はやっぱり中国に長くいたから日本の時代劇とかも、あの、戦国時代とか大好きになったもんね。まあ、今もだから大好き。学生時代で好き嫌い分かれますよ、やっぱり。中学生ぐらいからこう、歴史学んでいくんですけど。あ、そう、だからユウさん、ぜひ行ってもらう。行ってないと思うけど、そのユダヤ人の博物館。あっちの方やね、あの、ガーデンブリッジ越えて、和平賓館ちゃんは、あの、上海マート、上海ダーシャーも越えて、旧日本人街のあっちの方行くと、あの、ユダヤ人を保護したエリアがあって、そこに、そこが日本の租借地やったんやけども、そこにちゃんと、まだ、あの、博物館みたいになってる。なんかそういうのもすごくやっぱり歴史感じるしね。歩いてもいいと思うよ。すごい雰囲気あるし。でもなんか多分やっぱどんどん壊されてるでしょう、街やっぱり。なんかもったいないなと思うね、本当。残念やね。街が発展していくのはいいけど。なんかどんどんね、新しくなってしまって、ちょっと、ちょっと寂しい気がするなと。なんかあの、ユウさんが、ほら、あの、あそこ、ローシャンゴアンルーかどっかのとこで、なんか、古い写真と今の写真です、言ってなんか、展示してる、あれ見て、おやっぱすごいなと思ったね。なんか、あの、そのままの建物があったりとかね。なんか、やっぱああいうふうに上海、中国の人も、発展してるスピードと照らし合わせて、そういや、20年前こうやったなとか、やっぱ思うよね、やっぱね。日本はもうほとんどもう変わってないからさ、ここ数年ね、ガラリとも変わってへんから、でも、上海はほんと変わってるから、面白いよね、その辺ね、やっぱ。日本はもう、建物、新しい建物ってなかなか、ね、よっぽどのとこじゃないと、都会じゃないと、この辺はもう全然変わらへんから、やっぱ。多少は家がなくなったりはしてるけどね。発展まだまだしてるから、やっぱ中国はそういう点ではなんかまだまだ魅力的やなと思いますね。確かにそうね。歴史か、歴史。そうですね。もしかユウさん、まあヨガとかジムとか、まあ最近はまあ、あの回数減ってるかもわかんないですけど、一応趣味の一環じゃないですか。中国憲法とか習い始めたらどんな感じになるんですか。それいいっすね。習いながら中国語も勉強するっていう。なんか、フーリンジみたいな感じ。そうそう、香港映画風に、映画風にっていうか、なんか、そう、なんかこの、憲法というよりも、その中のフィロソフィーというか、哲学を学ぶ、その憲法の哲学。ああ、そうですね。ちょっとでもハードルが高いですけど。ほら、公園で朝やってるやん、あの、なんか、剣みたいなのって、こうやって。やってますね。教えてくれるんじゃない、あれ。行ったら。私も、中国は知りたての頃、朝、歩いてて、おばあちゃんとか清流島みたいなの回してて、そういいかなって思うよ。そう、卓球とかしてるのは全然良かったんですけど、清流島を振り回してたから。
でもなんかあのホーチミン行った時ね、朝出発早いから、うん、まあ見てたけど、やっぱりなんかベトナム人も朝一からバドミントンとかすごいしてるよね。ああしますね、しますします。なんかちょっと年いってる人か若い人かちょっと忘れて、そうそう、結構朝からすごい活動してる。うん、あの日本でそんな見慣れる前とかは、うん、活動したりとか、まああの夕食食べる前、よく中国だとこうダンスしてたりとかするじゃないですか。はいはいはい。まあ、あんなノリで、なんかこの、そういうふうにバドミントンやったりとか、いう文化というか習慣はある、うん、あります。なんか健康的やなと思って。そうそうそう。日本であんなないで、朝一からバドミントンしてる人なんて。まあでも走ってる人とかはまあいます、ね。まあジョギングしてる人はいるか。うん。今日、シャオコさんジム行ってたみたいですけど、ジムで何、今も週2、週3。何してるんですか、うん、その中のメニューは。まず、はい、ランニングマシンで5キロ、はい、ランニングして、はい、次はハンマープレスっていうの、はい、ハンマープレス、あのこう T 字のやつをこう、はい、上にこう座ってやるやつ、はい、あれをまあ、あれでもあんまり、うん、そうそう、プルダウンプルダウン、うん、あれをまあ、うん、10回を3セットぐらいかな、やっても。はい、であと腹筋、腹出てきたから、はい、あの腹筋を、うん、あのこういうやつ、はい、ねじるやつ、こっち、うん、そう、ねじるやつ、こっち、うん、左側10回、はい、右側10回っていうのを5セットやって、はいはいはい、まあ、それだけ、もう、あんまりあれもこれも、あれもこれもやってたら、すっごい筋肉ついて、前。もともとあれですもんね、筋肉質というか、なんか普通にしてても、なんか筋トレしてるみたいな、ね。筋肉、うん。で、ちょっとつきすぎて、はい、あの、ワイシャツが着れなくて、ね、羨ましい。ほんまに、腕周りとかが、うん。肩、この辺が筋肉すごいついて、うん、で、ちょっと、あの、ベスト着れなくなったのよ。うん、まあ、腹もちょっとできたとかあるんだけど、うん、でも、だからちょっとあんまりもう腕とか鍛えない、もう痩せるのをメインでやってる。大きなりますもんね。大きなる。うん、で、やっぱり、飛沫感染防ぐために、こう、透明のシート、はい、で、僕は最近、YouTube 動画アップ始めたから、はい、自分のバイク動画を見て走るという。自分の YouTube 自分大好きやな。自分大好きやな。俺は映ってないんだよね。てか、その、バイク乗ってる感じになるの。ああ、なるほど、ね、はいはいはい。走ってるから、ランニングしてて、で、バイクも走ってるから。うん、そう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 、うん、なんかね一瞬なんか30分走るんやけど結構あっという間に過ぎる、うん、あれカメラどこにつけてるんですか、うん、ヘルメットに、あ、バイク動画、はい、あ、ええ、あのチェストあの、はい、こういう胸元にこう、うん、この辺かな、うん、はいはい、チェスト買って、はい、あのほんでこう やってるで、マイクも外部マイクつけて、やって化石に検索ちょっとしないとあかんから、やっとその辺は分かってきたかな。でも、まあ、寒くてね。まあ確かにあれ寒そう、ね、寒そう、この間見たけど。明日がね、11度あるから、まあまだマシ。うん、だからちょっとでもそういう、まあ、バイカーのための、そのなんか、防寒着アイテム紹介とかいうのやらないんですか？もう他の人がやってるんですか、そういうの。まあ、やってるね。顔出すもんね。まあ僕そこまで、だって、もこもこやもん。ご防寒って言って、めっちゃ着てるもん。ああうん、だからまあ、うん。なんだかな、なんかそういうバイカーの下に、まあ、例えばジーンズとかそういうの、うん、うん、レザーとかありますけど、その下に着る持ち肌とかっていうのが結構バイカー内で人気って聞いたんですけど、厚いタイツみたいなやつ。ああ。もうほんまもう寒くても3枚ぐらい履かな、もう僕無理やわ、ほんま。山行くからね、もうさらに寒いの。うん、でも、その、やっぱ上海住んでる時に、うん、じゃあちょっと山行って綺麗な空気吸おうとかできへんや、うん、今、上海って、うんうん。やっぱり、一時ほんと PM ひどかったでしょう、うん、今はだいぶマシかな、今はだいぶマシだった。今めっちゃマシですよ。うんねえ、うん、だって本当僕いた時一番ひどかったね、あれね、そうそう、ま、うん、で
やっぱこっち帰ってきてめちゃめちゃ空気きれいから、はい、うん、山行ってもっときれいなわけよ空気が、うん、逆にそれ咳込んでしまうぐらいな空気きれすぎたでも本当それはやっぱ僕山行くの山登りとかバイクも行くけどやっぱすごい気持ちいいやっぱり、うん、でもねやっぱりその上海の仕事とか、はい、その発展してる雰囲気とかは、はい、僕はやっぱり上海の方がいいと思う、うんうん、やっぱ羨ましいユーザーとかまだ住んでる人たちね、うんうん、頑張ってほしいなと思いますわ本当駐在してる人、うん、本当応援したい本当に、うんうん、これ取れ高あります。我々のただの雑談みたいな感じなんですけど。結局企画会議と言いながら。いや申し訳ない。これ聞いてもらう人には申し訳ないですけど、ちょっと近日公開とか言いつつ、そうですね、だいぶこれ検討すると時間かかるんちゃうかなと。いやでもね、大体ね、もう。このぐらいまで聞いてくれてる人はね、もうすごい眠たくなって、すごいファン。ちょうどいい感じになって。そうですね。眠たくなっていい感じで、すやすや寝れるから。ちょっとでもまあ、建設的にやっていきましょう。そう、なんていうの、うん、コーナー。そうですね。続けれそうなコーナー。だからそんな、うん、なかなかやる必要ないと思うんですよね。そうですね。3、40分とかのラジオで。うんうん、まあ、なんか最初にコーナー的なものをやって、あとは雑談でもいいですけどね。うん、はい。何あるかな、でも四字熟語は映画うん、あとは今週のなんか中国のニュースみたいな、それは俺すごくいいと思うよ、うん、いいと思いますね、うん、変なニュースとか紹介します。そう、その日本に放送されてないニュースとかいっぱいあるじゃん。あ、まあでもそれをユウさんが訳さなあかんかもしれない。これ中国語で読まないといけないですよね。めっちゃ勉強になる。CCTV のさ、シウエンサショフォンとかいう番組から抜粋して、うん、抜粋します。めっちゃ難しいでほら。なんかウェイボーとか見てるとよくなんか変な交通事故の動画とか出てくるんですよね。ものすごい怖い。怖い怖い怖いもう。なんか前見たのが、なんか、リアカーみたいなの後ろに人が乗ってて、車とぶつかって、で、一人の人がリアカーにこう挟まれて、リアカーをみんなで起こすんですよね。かわいそうだって。で、起こしたらそのリアカーが、もうエンジンが動きっぱなしで、もう一回ぐるって一周回って、もう一回その人引くんですよね。もう一回起こして、さらにもう一回待って、また引いて、それ助けてるんとちゃうやんっていう、なんかそういうのとか、まあでも怖い怖い、そういうのちょっと嫌やね中国まだなんかどっか壁に挟まれた人とか、うん、よくありますよねそういうの。なんかでも地下鉄乗っててもそんな映像とか流れるもんね、流れてますね、なんかこう映像いいよねあれ、すごいやつとか、あれはちょっと、うん、なんか日本であんな絶対放送されへん、うんうん、なんかこの間も見たのがツイッターにその動画上げたんですけど、うん、フードデリバリーの人が電動バイクで走っててこけて、なぜか電動バイクがバーって火がついて、で乗ってた人にも火がついて、うん、別の電動バイク の, そのデリバリーの人が 、うん、全速力でそこに向かって走っていって火を消して助けるっていう、その助ける人の判断すごかったですよ。もう火が見た瞬間自分のバイク掘ってブワーって走っていって助けてたんで、普通それできへんと思うんですよね、びっくりして、慣れてるんかな、慣れてるんかなすごかったですね。あのまたちょっと話がどんどん飛ぶんですけど、うん、今のね、うん、そのフードデリバリーのあれで、その、うん、で僕やっぱ住んでる時そのあのミネラルウォーターをはいその、うん、ら、お願いするでしょ、はい、で、うん、やっぱりそのまあ時々1個の時とかあったりして、はい、で暑い
申し訳ないねって言って、いや、大丈夫、大丈夫って、まあ、そのおっちゃん、ね、もう真っ黒の。はい。で、うん、もう、まあ、汗だくやから、はい、ずっと外で。はい。で、まあ、ちょっと、こう、まあ、お風呂も多分もう、一日中外で働いてるから、もう汗だくで、うん、まあ、まあ、ね、綺麗にしてないんやけど、うん、しょうがないでしょ、まあ、働いてもね。うん、で、まあ、大変やなと思ってたんやけど、で、例えば、時々マクドナルドパーン頼んだ時も、なんかまあ、はい、やっぱりちょっとずっと外でほらバイクで走ってるから、はい、やっぱりほこりっぽい感じがして、はい、ああ、ありがとうって言ってやってたけど、はい、それがね、うん、僕日本帰ってきてね、最近ほら、ウーバーイーツすごい、はい、見かける街でやっぱり。はい、で、僕、あんまりウーバーイーツとか頼んだことなくて、はい、なんか、うん、なんか、別に自分で買いに行ったらいいと思う方やから、はい、中国の時はちょっとまあ、みんなロードとか大変からお願いしたけど、うんはい、で、やっぱエレベーターでね、そのウーバーイーツの方の人たちとこう一緒になったり、はいまあ、エレベーターその大きくないから中国のマンションみたいにね、はい、で、乗るんだよね。で、リュック背負ってるわけ。はい、でね、中国人かなって思った、そのウーバーイーツの人が。一緒やね、雰囲気。で、僕感じたのは、はい、うわ、これ俺今日本にいるのに、なんか感覚が中国と一緒やと。だから俺正直その宅配してくれてるおっちゃんとかわあ大変やなって思ってたの、そういうね。でも日本もやっぱりコロナとかそのやっぱりもう仕事がちょっとなくなったとか多分そういう人がいたりして、ウーバーイーツでちょっと小遣い稼がな、あの生活費稼がなあかんって必死なわけよね、きっと。でやっぱり日焼けしてて、でも、うん、もうやっぱりもう疲れてる感じ。でもなんか、わぁ、中国と一緒やなって一瞬ちょっと思ってね。うん、なんか、だから、なんか、日本と中国比べてたけど、うん、なんかどんどんなんか、一緒というか、ある面中国の方が上行ってるし、うんうん、なんかある面もう全く中国と日本一緒やなと思ったよね。なんか、うん、それはこの前すごい感じたよ。なんか。うん、まあそんな話でしたけどすいませんでもなんか本当になんか俺どこに住んでるのかなと思った。でもあのエレベーターね、はい、あのさっき彼降りるからちゃんとエシャンするのね日本人やからやっぱり、うん、あ日本人なんやなと思って、うんうんまあ、でも本当もそんな感じよ自体。いやなんか、うん、それは本当感じる。でもなかなかこう企画会議難しいですね。なんかまだ話は何でもで言ってきてるよね。ちょっと企画募集しましょう。募集 し,、ね、しましょうって、人任せみたいなんですけど、うん、そうじゃなくて、うんそうですね、まあなんかこう。こんな話してほしいとか。そう。うん、そうですよね。基本やってみるっていうやつ。うんなんかやっぱあれちゃうかな、あのユーザー、まあそのまあ、僕らがこう一緒に話するのも、うんまあ、僕は楽しいからいいんですけど、うん、やっぱりその再生回数とか見てても、うん、あの高速鉄道の旅とか、はいはい、すっげえ、うん、再生回数が あれやっぱりなんなんやろね、あの電車好きな人がおるのかな、旅行好きな人が見んのかな、うん、やっぱなんかそのちょっと出張で蘇州行くとか、うん、で、ガウティエ乗っただけでも、これ、やっぱり新鮮なんやと思う。やっぱ日本の、ねうん、新幹線とは違うから、うん、で、ドイツの車両、シーベンツやったっけ、これ。ドイツの車両、うん。やっぱり日本の川崎の車両と違う雰囲気とか、うん、やっぱり興味のある人はいると思うし、なんか、うん、なんか乗り物系は、なんか面白いんちゃうかな、すごい。うん今まではガウティエとあとリニアモーターカー、うん、あと船にも乗ったかな、うん、2回ぐらい。え船乗った、長江、長江渡る船。あ三峡下り行ったの、うん、いやいやあれ長江の海面っていうところから上海に向けて、うん、それもまあ友達と車で行って、行きは南通の、あの橋を渡ったんだけど、
帰り橋混んでるからフェリー乗るって言い出して、えフェリーって思ったけど、うん、車で、ね、乗るフェリーでトラックばっかり乗ってる、うん、それ動画に上げてある、うんうん、ただあんまり人気なかったわ、なんか知らんけど。あとね、あのファンプジャンを夜にあの電動バイクの人が乗るやつ、はいはい、あの1弦とか2弦で乗れるやつ、うん、あれにたまたま歩いてたか、歩いてたらあって、あれ乗ったかな。で、まあ、ソシューはあれも友達に会いに行ったのと、ちょっと投資関係のあれで、用事で、使いで行って、2回ぐらいソシューとかの新幹線のやつやったかな。でリニアはもうわざわざ乗りに行った。何も用事ないのに。プートン空港まで行って帰ってきて、両往復リニア。なるほど。あんまり、すごいな。あんまりでも再生されなかったね、なんかリニアは。リニア、あれ10分やもんね。うん、短いね。乗ってんの。うん、短い。うん。なんか乗り物系で乗り物系、あとなんかあるかな。いやね、僕ね、あの、まあ、あの2階建てバスとか乗ってたりもしたよね、昔。昔っていうか、夏前ぐらい。まあ、4円に、4円からなんか出てる観光用のバス、上がオープンになってる。うん、あれもいっぱい乗ったから、うん。あの、日本に住んでたらね、うん、その、まあ、関空とか、まあ、まあ、伊丹空港とか、うん、名古屋空港でもそうなんやけど、結構その、あの飛行場の滑走路を間近で飛行機こう着陸してくるところとか見れると思うんだけど、はい、でほらやっぱ羽田でもちゃんとあの屋上にこう船が、あ船じゃない、飛行機がこう離着陸がはっきり見れるような、その、まあ、それ見に来るだけのスペースとかも日本はあるけど、はい、中国ってないでしょ。うーん、コンチャオでなんかバリバリ飛行機マニアの人が見る、集まるようなとこある？いやーでもあるはずやけどね。 あったらぜひそういうとこあるのちょっと知りたい、うん、なんか歩いてたら滑走路の横のとこフェンスがあって、あるね、いるとこあって、あるある、うん、うん、あったあった、うん、あそこ僕もタクシーで何回か通ったことがあった、うん、ここ見れるんやと思ったけど、うん、なんかでもその公園みたいになって、僕いた時はなってなかったかな。だって多分もう本庁空港なんて飛行機めっちゃ便多いから、うん、飛行機マニアの人からしたらもうめちゃめちゃ面白いところだと思う。うん、まああるやろね、でもどっか見れるとこは。うん、うん、なんか乗り物系で攻めるんやったら、あの飛行機マニアの人みたいな、フェイジー、フェイジーの、ね、なぜ強い日とかあのすごい動画撮ってる人いるのね、そのランニングがうまいやっぱおるやんか、うん、もうたまにね、ほんとたまにやけど伊丹空港バイクで行って、はい、あの滑走路の真下、ね、着陸のとこ飛行機が真上通る通るとこたまに行く、うん、すごいよ、うん、絶対あ あると思うよ、ね、トンチャオとかでも、うん、プートンはちょっとなさそうやけど、うん、プートンはない、遠いな、トンチャオの方、トンチャオの方ですよね、トンチャオありそうや、ね、なんかそのちょっとね、あのまた話がそれて申し訳ないですけど、そのやっぱその日本って、うん、結構昔から空港公園みたいなで、はい、その家族で、うん、その飛行機見に行ったり、うん、で、まあ、カップルがそのまあデートコースデート帰りちょっと薄暗い時に飛行機、まあ、滑走路綺麗で飛行機が飛んでる飛んでくるとか、うん、やっぱそういうちょっと楽しむ要素が日本にはあるけど、うん、俺中国北京もそんな空港飛行機楽しめる、まあ遠いからねちょっと北京空港は、うんうんうん、まあ大体変結構遠いところにあるからあんまり行く機会って言っても、ホンチャン空港くらいやったら、うん、なんかちょっと近いですよね、近い、うん、で車持ってる人やったら、うん、なんかちょっと飛行機でもまだなんか飛行機見に行くっていうことすらあんまりなんか感じないのか、うん、でも日本って結構俺小学校の時から伊丹空港やっぱ親父に連れて行ってもらってたもんね、うん、でもなんかね、俺中国いろんな
空港出張で行ったけど、うん、来遠いとこに飛行空港作ったんやなみたいな感じで、うん、誰もこんなんで中国人に喋ったことがあったの。日本は大体空港にそのデッキがあって、うん、こう飛行機こう見送りができるように、まあ、手は見えへんかもしれへんけど、そういうとこがあんだよって言って、でも中国にはないですって言って、まあ、ピシャって言われたけど、うん、なんか本当はそういうとこでおしゃれなカフェとかね、うん、あの、ちっちゃな空港でもやっぱやってるからね、日本は。うん、あなんかそういうのができてきたら面白いのになって思ったりするんやけどね。うん、まだないかな。本茶屋空港はなんかでもありそうやね。あの、チーバルって街があって、チーバルからちょっと行ったとこも本当すぐ本茶屋空港で、チーバルから自転車に乗って本茶屋空港の本当フェンスのとこを歩いた動画はある。ほんで最後空港まで行って、ああちょっと見たな。空港から帰ったかなあれ。うん、あ、多分見れる場所を探せばあると思うけどね。あるかな。だからガイドブックにもそう載ってないし。うん。うん、だから僕いつもそのなんかまあビジネスにはならないかもしれへんけど、やっぱ比較対象する癖がついてて、うん、日本にはこれがある、うん、でも中国にないなと、でもこれもしかしたら中国で流行るんじゃないかなとか、うん、よく思う、うんうん、で逆に今は中国で流行ってる、うん、日本で流行るんちゃうかなこのやり方って、うん、やっぱライブコマースなんてのは本当にもう中国人の方が先行ってて、うん、最近日本の会社もやっぱり、ね、うん、やってます。インスタライブとかも普通にやるようになったし、うんうん、やっぱあれは先駆けは僕中国なんちゃうかなって思うから、うんうん、まあもともと日本でライブっていうとまあまあテレビショッピングになるからあれそうやね、そうですね、うんうん、だ特集してもらいたいのは、ユウさんに特集してもらいたいのはこれ日本にはないでしょっていうのを、うん、日本の人に見てもらうっていうのはなんか、そうやね、言っちゃうかな。うん。まあ、あの写真とかがあったらなおさらいいんですけど、行ってきた。まあ、動画撮った、ついでに写真撮ってきてもらって、それをまだここで。あの、一人カラオケボックスとかじゃないですか。日本にないの。あの、日本ないんかな、やっぱ、あれ。中国ありますもんね、一人に入るやつ。空港とかにあるよ。うん、そこら辺にありますよね。うん。まだあんのあれ。ありません、ね。うん。あとね、西安で見たのが、西安の空港で見たのは、ああいう一人カラオケボックスみたいな狭いカプセルみたいなのがあって、寝れますっていうのがあったそうです。うん、寝れます 1時間、2時間とか、その中で睡眠できますっていう。それはまあ、蓋閉めたら、音が慣れ、聞こえへんよね。あ、そっか。で、う、も、ん、静かなんや。うん、いいやん。そう。でもそういう意味で言うと、こういうテレビ会議とか、例えば空港でパソコン持ってても、うん、ネット会議って周りうるさくてできないじゃないですか。できない。ちっちゃいカプセルみたいな中入って、電話ボックスみたいな入って、うん、テレビ会議できますよっていう、オンライン会議できますよっていうスペースあったら面白いなと思ったんですよね。あれかな、でも中国の人って今もどうかわからないけど、うん、別に地下鉄でもバーンと電話してる人おったりとか、今でもしてる、今でもしてるの、だからあんまり音関係ないからあ、でも俺昨日ニュースで見たよ、その上海の地下鉄で、はいはい、マナー車両っていうのをあの、うん、試験的にやるって言って、うん、ここではもう絶対携帯電話とかも、はい、あのもうしたらあかんっていう車両、うん、やるって言ってたよ、ニュースで見たよ。でみんなこう静かにしないといけないとかいうのもあるとか、うん、そんなん可能なんかなあんまり文化なじまない感じありますね、うん、これ地下鉄じゃない、新幹線、ガオティエ、ガオティエで、そう、地下鉄じゃなかったガオティエだ。あ、ガオティエはそれやってほしいなっていうのは、なんか動画とか音楽流しながら見てる人いるんですよね。ヘッドホンじゃなくて、うん、まだ温度はやっぱりいます、います。あれ横でやられるとめっちゃうるさいんで、うん、俺あの飛行機やっぱり出張すごい1週間に何回も飛行機乗ってたから、はい
そのやっぱり、ね、飛行機の中で動画をイヤホンつけずに見てる人が見たのよ、今はいで撮るんかな今で、子供はもうしゃあないと思ったよね。でも、大人がさ、なんか見てんのよ。で、俺やっぱりちょっと注意したこと何回もある。うん、ね、そういう時は英語で注意する。そっちの方が聞くかな。そうそうそう。まあ中国の人じゃないなっていうのが。そうそうそう。で、手話で巣に言ってもらうとか。うん、ちゃんと手話で言ってくれるよ。まあでも言わへんかったら、うん、言わ、注意しない。飛行機はまあ言えば、あれ、やめるんじゃないですか。でもガオティは無理でしょう、多分そんな雰囲気じゃないと思いますよ。ガオティな、そうだな、うん、あれ辛いね、あれ辛い、ほんとうるさい、あれ辛い。南京まであれよ、もう俺申し訳ないけどちょっと自腹でちょっと払って、うん、あの一等持ってた、はい、あ、うん、もううるさすぎて乗れへんから、なんかこう、まあ、写真とか撮ってもらってこう、まあ、トピックスというか、はい、ユウさんしかできないからね、やっぱり今僕ら日本にいて、うん、そうね、写真、まあ、いや写真見て喋るけども、まあなんていうかね、何もトピックないと喋りにくいから、なんか写真何枚か用意してそれ見ながら喋る、そう、ね、あ、そこから喋っていくみたいな。僕もまた、あの、まあ、大阪、京都、ね、うん、その、なんか面白い写真があったら、うん、それ提供できるし、うん、うん。まあ、中国の人が見てたら、まあ、でも日本に住んでる中国人の人が見ても、あんまり面白くないかもしれない。ちょっと考えていきましょう。考えていきましょうってか、なんか。あわこさんのあの、だからその、予告の動画との関連性は。あの動画、良かったんですかね、だから思いついたのを作ってみたんですけど。いやいや、あれめっちゃ良かったから、もう早速今日もらった瞬間 YouTube にアップしましたもん。そう。もうすでにこれ見たらね、300回視聴されてますよ、これ。大丈夫ですか、シャレで作っただけなんです。なんかこう。あれ何が始まるんやろ。してますみたいな感じ。そうそうそう、それがあるから。やらざるを得なくなる。すごいね。もう300回いってんだよ。すごいよ、これ。何が始まるんや。ちょっと皆さん、この、だいぶ長いこと話してますけど、あの、うん、一切決まってないんで、これ。そうですね。会社の会議だったら何の会議って思うかもわからないんですけど、うん、こんな会議ないですよね普通ないこんな会議誰だったの会議じゃないですよね、うん、うん、そうですね、一旦この辺でこれ終わりましょうか、はい、ちょっとあの募集しますっていうことも含めて、そうですね、あの3人でとりあえずなんかしゃべるラジオというか、はい、まあ多少スライドとかの映像つけてもいいんで、なんかやろうと思ってるんで、うん、こんなことやったらいいんじゃないかとかいうことあれば、ぜひこのコメント欄で書いていただければ、ね、うん、やりたいと思いますので、はい、楽しみですね、はい、実験的にやってみましょうよ、やってみましょうか、うん、はい、うん、それでは皆さん今日はありがとうございました、はい、あわこさんと、すみません、はい、全然ありがとうございました、はい、じゃあちょっと一旦ここで終わります、はい、再见。はい、再见。